も足りてない。ここまで。ここか。ここだね。あ、ここから下がってるんですよ、当然。あそこから上がって、よっしゃ、下げてくって打ちきついよね。挙動としては遅くなっちゃうかな。多分どちらか当てようと最初からここに打ってくる。正しいゴールに向かってくるようなイメージで。関心もなのかな。ここああ、ね、あとね、左の肘が内側入ってる。こっちか。ちょっと全体聞いてください。はい、今首の時のさやびきは、こっちの左手が肘が来なきゃいけないね。こっちっちゃってるので、こういう形で。で、左肩を前に突き出すんです。それと右、右必然で引く。肘曲がった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 。もっと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 もこうなってる。もう、じゃあもう全部はみ出ない。全部もっと感じ。もっとはみ出なかった。はみ取りなさい。こう寄せて。適正もないでしょ。おぉ。おぉ。なるほど。こう。はみが足りない。はい、じゃあちょっと。そこから肩上がって正解先ほどの宇野首からというのはその体の動きを意識して腰は、左に腰は左そして半身を取りながら、できるだけで、肩が右に行かないようになるべく自分の中ずに、ね、センター側でですね、頭を抜けるようにして、この時に、しっかり半身ですね、ここの左の鎖骨を出すようにして、半身の位を取り、下に、ね、下げ気味の下げない。右膝、はい、そして、そうまあ、固定、ああ、フリーズカットを、ザープレート半身。If you want to block the back hand, maybe use another technique. やべえな。今の場合はこういう感じ。グッてやらない。でも手でここまでできてないと多分みんなもうぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃになりますね。ああ、だいぶ一緒に止める。ただ、最後に途中で止まってるよね。こうか。こうでやっちゃってるの。だから引っかかってこっち行っちゃうんだね。そうじゃなくて、ここで、この状態が真下に戻すの。ここで。でも、ここ行って、ここむずいね。これ引っかけちゃダメ。あ、これ引っかけちゃダメ。ここで。これに外すの、小指が。それとグッと手首が打っていって、その分、そう肘が、もっと反対ですね。あ、ここで落とし切る。最初からそこの手、キャップを。あ、そう。あ、キャップを。こうやってんのか。あ、手足ってこういうの。こんなになる。ん？なになに？下に行こう。あ、体がね、マックスだから。じゃあ、こうやってこうやってんのか。俺この班の話、俺見たことある気がする。動画、井出先生の動画編集してて、俺この辺の話をね、あったような気がする。あったような気がする。あの拳の位置はほとんど変わらないっていう。こうか、ね、そう。拳は動かない。多分こういう傾きになっちゃってるんだろうね。このまま。いや、なんだ、受けるための傾きを作ってるんじゃなくて、足引くので必然的に傾くぐらい。あ、こうしないんですよ。みんなこうやってんだろうね、
なるほど。ちょっと少し。この前、この前、これは少しすぎ？そのどっち？あの、足が違う。あ、足。こう。あ、そう。開いてたね。開いてた。はい。え、ここめっちゃ低いな。低いですね。なんでそんな低くした？高みを目指して。こう。こう。違う。なんか動きが違う。なんだ。ゆっくりで。ゆっくりでな。分けて。あの間入っても関係ないんで。ゆっくり。全然大丈夫です。はい。これを早くやると、実測でやると。ああ、なるほどなるほどなるほど。まあ分かりやすくやりますね。肩口まで持ってくるようにして。肩がなる。ここでなる。この働き、確かに一切その働きがなかったよ。ちょっとその働きだけで本当にいい。ちょっとお前ゆっくり来て。いくよ。俺こうやって、あ、それはやったんです。これは前出す動きなんですね。あ、左手を前出す。ちょっと打ってきて。これを引っ張るとこうやってバチッとちゃんと打ってきたときに払った動きでそのまま生きてきたしまいな。あ、そうじゃなくて前に右手が出る感じ。まあ、右じゃない、ごめん、左手ね。左手が出る感じで払うと、力をこういうふうに相手の力に乗せる感じになるんですよ。これを持ってくると、これどっちかというとこっちに行く力になって、これを相手行ってくる。こう行かなきゃいけなくて、それを引き取るところ相手来ちゃうんです。だから左手を押してあげると同じ働きを得られるんです。ちょっと、ちょっと、へぇ、普通、ゆっくり、ゆっくり、そう、相手の力加速してあげるんです。こう置いてる。俺がやってたのはやっぱりスリの、スリ、スッチャってのぐらい。こうやってるんだ。うん。ああ、もう一回だけ。だからそうなっちゃうから。で、一応今日はあれをやってほしいですね。これで。こういう。そして、右手を中心として左手を今こうやって左手を中心として。そうじゃない。右手を中心、左手を動かす。両方行く。そう。オッケー。です。妻が自分の体のセンターに来てるっていう。まだ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 。で、歯は左。歯は左。歯は左。ああ。そう。そうです。Okay. だから手のひらはこう。で、手の内仕事。こうなんで。こう。これが手のひら崩し。まあ、ここまで出ると、のきはがけになる。うん、こんなふうに。こう。こう。歯を切り上げる。のひらがけっぽくなる。そう。そう。で、何が違うのって言われると、右手の。こうはないんだけど、攻めの力が強いで、ちょっとこっちも水流をやるとこれ危険なんですよ、はい、だからこれはちょっと体を外しながら水流を変えるんですよ。自分の角度をちょっと左に傾けてさっき同じことをやるわけでも、体傾いたままこうやって返しにくいので、吸った力をもらってそのまま回して打つのです。何ですか、攻撃が違うこれも違う。こうで、こう。で、それに対して、角度をこう、ね。普通こっちだと、ね、合わないから、こういうふうに少し傾けて、こう。で、これも基本的にさっき拳が前に出るようにしながらと思う、ね。こっからの練習を、ね。割っちゃう。割っちゃう。大丈夫、これ男女。いや、これだよ。全然これ正直ないから。あ、ほんと、よかったよ。やってみてください。あの、気をつけてね、小手だけ当てないようにして。前の小手。手だけ当てないとこう。そうそう。こう。それだけ気をつけて。そうきた。あ、やってみよう。こうなので、こう。あ、はい。気をつけて。体の動きしよう。相手変えて。はい。じゃあ、走りたいです。まっこう。まあ、まっこうで。まっこうで。で、これで。はい。これ？こう、すり分け。すり分け。あと、相手を決める。これがもしくはこっち。はい。拳怖いな。やばいっすね。こういっちゃった。こう。丸き回しを、抜かずにやるっていう。点でしてやるっていう。で、こっちの場合はこっち。まあ、こっちもこれでもできますね。うん。こうか、こうか。で、こっち側も、こうか、こうか。なるほど。丸き回しの反対も同じ動きですね。そうですね。
で、あとは突き。あ、いや、自分が。あ、はい。これで、受け突き。っていうバージョンもあるけど、まあ普通に切れば。小学生にはちょっと私も含めてはかもしれませんけど、違いがなかなか分かりづらい。え、何との違い？え、さっきのその、メスリガイシ。メスリガイシ全然違うなくらいですか？こっち、うん、そして今のね、不審立ちは？不審立ちはこうクロスしていく方向、引き取る方向。あ、さっきの力を加える方向なんですね。さっきあの質問があったら強く打ってきても大丈夫です。あのに対してこっち側が相手の力で加工して相手を伸ばしていく。これは相手が打ってくるのに対して自分が乗っていく。で、なんでこれを使うか、うん、それに対して吸っていく。スーッと前に出ながら、ぐーっと前に伸びながら、こう、そう、で、吸って外して、で、膝を沈めて切る。膝つくかつかないか。なるほど、なるほど。この辺か。膝つくかつかないかまで。で、自分から入っていく。こうでしょ。したら受けて、したらこれぐらい何か。で、なるほど。ディステップ。ここらへん。I do that. まあ、こっちからの方がやりやすいかな。そうそう、そう。で、さらに、あの方が見えたら、ああ、まあ、そうだ。痛いんで、痛い、おっ、痛い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 、背中触ってみよう。じゃあ、あんま前で受けて、大変そっちをこうなっちゃう。はい、こう、うわ、こう、はい、こう、あや、あや、よし、まあ、ちょっとやばい、よし、おわせ首、おわせ首、おわせ首、あ、すいません、すいません、それ必要？え？必要。ちょっと確認してみましょう。諸学の場合はここで胸を閉じる働き、まあ、こっちで閉じて、そしてそれを解放して伸ばす、この2つに、で、それが実測でやるときに、結構違ってきて、アドバンスとはここで閉じて、閉じて、はい、最後閉じてるまんまなんですよ、ずっとここ中を、胸筋のこの位置、ここは閉じたまま外側だけ開くっていうことをしてください。あの、マジの人がでもそう、マジの時にもこの時にまず縮めて伸ばすっていうのを原則でやったじゃないですか。で、それは正しいんですけれども、理の場合は縮めて伸ばすっていうのをやっちゃうと解放した状態で弱くなっちゃうので、実際的にリでやる場合には、まあ、瞬間も縮めてっていう感じですけども、縮めながら入って、この時もずっと胸は縮めたままなんですね。内側を、こう縮め、そして外側、アウトサイドだけ伸ばしたり、そのバランスをとってやると思います。こうしてあげるかっていうと、そこでこうですね、胸の前、肩なんと。そして鞘引き、鞘を引くですね。肩じゃなくて鞘を引く。で、つくと。そうそうそう。さあ、こっちで鞘を返して、胸の前、こう、一文字、そしてこう一文字、胸につける、で、肩の鞘を引いて、ね、抜いたら、引いていこう。それ、俺に書いてる。あれだよ、あの、部屋の中で、そうそう、動いているの、その力をそのまま使えるからっていうのが基本的な。だから、例えばこの時も、ここからこうやっていくんじゃなくて、この動きを流すのと同じ理論ですね。モーションで止まらずに、力をずっと生かしていく。